アウトカウントを間違えた山本由伸に、大谷がかけた言葉。知ってるかい？メジャーリーグは3アウトで交代なんだよ。ロバーツ監督が降板後の二人のやりとりを明かす。まだ抑え足りなかったのかな。楽しいやりとり、由伸少し緊張してたかな。ナイスピッチやったね。大谷、楽しそうで何よりやね。ユーモアに溢れるドジャースベンチ。ユーモアと愛のある言葉。大谷先輩心強い。大谷先輩怖い。早速菊谷出現。激煽りしてて草。菊谷発動。これは菊谷やねう。アウトカウント間違えるって、緊張してたのかな。大谷の言葉。他のチームにも今シーズン何人もいるけど、日本人の活躍に期待。畜生山本由伸を超える男。畜生大谷翔平。当たり前のように抑えてたけど、ここ見ると由伸も緊張してたんかなと、同じ人間なんだなと感じる。山本、本当ですか？知らんかったです。何そのアメリカンな一言。やっぱ翔平はアメリカ合ってる。大谷さん、思い切りアメリカンやないかい。おもろすぎるやろ、大谷さん。お笑いもわかってるん。日本人が日本人に対して外国人みたいに話してるの面白い。まずまずのスタートじゃね。これで開幕2連戦の先発は濃厚だな。ストライクゾーンで勝負できてんのが大きいわ。コントロールも問題なさそうだし、重傷は硬そう。15勝も視野だわ。映像見たけど割と良い当たりされてるから、これからやな。山本由伸が通用しなかったら悲しすぎるから頑張ってほしいね。大谷と同じ球団選んでよかったやん。松井と今永なんて家族くらいしか同行知らんのちゃうか。マジで大谷と同じチームに来て正解だったな。侍が躍動している。シーズン開始はまだか。畜生 VS 畜生。畜生が畜生に畜生されてる。普段由伸めちゃめちゃ畜生なのに、うっかりしちゃって大谷に畜生されてるやん。